ワールド・オブ・ファイナル・ファンタジー。さっき北に町があるって言ってたっけ。そうね。あれ、すぐそこにも町が見えるね。ゾワワ、なんかゾワッとしたのです。理由はわからないけど気持ち悪い町なのです。お、意外と綺麗な街だけど、なんだ、なんか変じゃね。何が変なのかわかんねえけど。ここでは私たちあんまし喋らない方がいいかも。なんで。それは、あ、なんとなく。あ、わかった、頼むだぞ。了解なのです。ニブルヘイムのやつら、なんで連邦に加盟しないんだろうな。加盟して善人面してりゃ市民ランクだって上がるし、生活も楽になるんだぜ。俺、この町には来たばっかりなんだ。綺麗な町だけど、なんか落ち着かないな。最近旦那の様子が変なのよ。ずっと上の空で何言ってもちゃんと返事してくれないのよね。あと少しで俺も立派なバハムート兵になれる。あと少しで。なあなあ、幻の砂漠にすげえ素早く動くミラージュがいるの知ってるか。今度そいつと徒競走で勝負したいと思ってんだけど、相手はミラージュだろ。もし攻撃されたら怖えから、とりあえずそのミラージュがどんぐらい強いか見てきてくれよ。相手はサボテンだってミラージュだ。何匹か倒したら強さもわかると思うから頼むぜ。連邦に加盟していない町なんて住みにくくないのかしら。あら、あなたもクリエイターになるの？隣の町の子と仲良しになりたいのに、あの町の子は連邦に入ってないからダメってお母さんが言うの。母ちゃんが連邦じゃない国の人とは仲良くするなって言ってたぜ。俺の父ちゃんクリエイターなんだぜ。すごいだろう。祈りましょう、赤の予言が成就されるその時を。ここは神聖な場所ですから、
許可がないと入ることはできません。真の幸福は赤の予言とともにあるのです。てか、あの町すごくね。あそこにティファさんがいるのかな。ナインウッズヒルよりすごそうなのです。戦闘で混乱すると勝手に行動してしまう。味方を攻撃することだってあるんだ。軽く殴ってやるだけで正気に戻るんだが、着付け薬を使えばより安全だな。ほら、持っていけよ。第11幕、赤の予言と青の予言。ちょっと待って。ここは鎖が見えないな。じゃあコーネリアと一緒で連邦に加盟してないってことね。だな。てかコーネリってもしかして。いやいや、もう忘れたとか。また会えたね。で、いいんだよね。あ、すごいパンチの。はい、また会いましたね、ティファさん。こんにちは、ナノです。こんにちは。ねえ、聞いていい？ミラージュを連れたオービトさんは何をしにこのエリアに来たの？そっか、まだ話してなかったね。よかった。戻ってからもしかしたらバハムート軍の悪い人たちを助けちゃったかなって思って。そういえば、よくバハムート軍と間違われるのってなんでだろう。そりゃ、ミラージュを使う大人なんか大きな軍にしかいないってことじゃない？うん。今は大人の、それもミラージュ使いなんて言ったらバハムート軍ぐらいしかいないと思う。昔大人が住んでいたエリアもとっくにバハムート軍のものだって話だし。マジか。でもね、最近はみんな予言の話をしてるから、そこに書かれてる丘からの大人も有名だよ。何にしても有名なのね。それで、炎の谷に行きたいんだっけ？今のところ、手がかりはそれしかないから。炎の谷か。名前はみんなが知ってても、それがどこを指すのか誰も知らない場所。どういう意味だ？炎に包まれてる谷自体は、このエリアにいっぱいあるの。でもその中で、予言が示す谷がどれなのかは誰も知らないってこと。あ、そうだ。ちょうどそれを調べてる召喚士が町に滞在してるの。会ってみる？この人たちがその丘からの大人よ。もうそれでいいです。はじめまして、私召喚士のリディア。まさかあなたたち悪い人なんじゃ。へえ、ミラージュを普通に連れてたり、やっぱり同じ召喚士だから
ユーナと少し雰囲気が似てるな。え、ユーナ姉様の知り合いなの？少し前、上の大陸で会ったの。その時にいろいろ教えてもらったよ。ここに来るきっかけを作ってくれたのはユーナなのです。じゃあやっぱり悪い人じゃないのかも。よしよし、この二人ユーナ姉様の知り合いなんだって。だから大丈夫だよ、とりあえずね。それであなたたち、予言に書かれている4つの鍵を探してるの？まあ、そのうちの1つが炎の谷にあるって聞いてここまでね。でもその話って赤の予言でのことよ。赤の予言？もしかして予言にも種類があるの？そうよ、もともと予言って言ったら青の予言を指してたの。その中だと4つの鍵は4つの印って書かれて、すごく抽象的なもので。青の予言は異端なり。な、何を突然。青は異端、赤こそが聖典であります。はぁ、あなたも召喚師であるならクリスタルの塔への導きを求めなさい。赤の予言に記されています。ミラージュを連れし選ばれし者、四つの鍵を手に入れたり、そしてクリスタルの塔より天に昇り、神より永遠を授かれり。導きの道が見えているのなら鍵は見つかるでしょう。赤の予言に従い進みなさい。もう本当最近ああいうのが増えてきた。本当多いよね。暴力とか犯罪とは無縁なんだけど、ちょっと怖いよね。大体青の予言は召喚師の神祖様が残した予言書よ。その後にできた赤の方がただのバッタものだよ、バッタもの。でも今はみんなそっちを信じてるから。そうなのよね。だから私もそれを調べに来たんだけど、そういえばあなたたちはなんで予言の鍵を探してるの？それはルース様があなたたちの母親と同じ名前だから、見つかりバハムート軍の居城を。そっか、もしあなたたちが予言の帯となら、予言の通りに進めばそれが目的地かもってこと？ええ、まあそもそも私たちミラージュを集めて前に進めば家族に会えるってある人に言われて。何にしても私もその予言の真偽を調べている身として、炎の谷には一緒に行った方が良さそうね。というか一緒に行ってくれるとちょっと助かるし。助かる？ううん、こっちの話。じゃあ行きましょう。行きましょうって、炎の谷の場所わかるの？もう調べはついたわ。炎の谷の場所はバブイル7番目の谷、セブンスバレーよ。じゃあその、なんとかかんとかに向かおうぜ。ついに一文字も覚えないの？